やっぱり仮設の中にいるとどうしてもうつ病になってしまうので、いくらこう活動的だった方でもやっぱりこう心の病になってしまうので、うん、だからその点はほら定期的に出かけるところがあるっていうか、ちょっとでもほら社会貢献ができるっていうのはなんかもう助かります、うん、精神的に。そうね、うん、働けるっていうのが、ね、幸せです、うん、私今ね、うん、やっぱりほらだから、まあ、いくらほらあんまりね来ない時は来ないんですけども、うん、でも来る場所があるっていうだけで、うん、こう気分転換になるっていうか絶対、うん、前向きになりますね。そうですね、長い間過ごしてきた分思いもね若い人と違ってたくさん厚みがあるから、そうなんだ、うん、やっぱりそういう思いはしょうがないですよね。なんとかしてるんだけども、入りたいっていう気持ちはないんだけど、うんうんうん、捨てれないなみたいな。他の土地だとね、なんかねこうお尻の下が落ち着かないっていうかね、だからそれがふるさとなんだなって思うんですけど、うん、福島に帰ってきてあのデパートっていうかお店の人が、うん、もう福島弁のこうイントネーションで喋ってるのを聞いただけでホッとしたんです。なんだろう、ああ戻ってきたと思って、うん、やっぱり全国ところどころにね、うん、被災者の方がそれぞれいるんですけども、うん、それぞれの土地で、うん、なんかそれぞれの人が助けてくださってることに感謝します、うん、そしてなんか一日でも早く自立できるようにやっぱりそれが幸せにつながると思うので、うんうん、しっかり歩いていきたいなと思います、うん、妬みとか、うん、そういうのはあるでしょうけども、うん、やっぱりお金じゃないんですよね、うん、なんか避難した頃ってなんか経験したことがない、なんかこうドラマではよくほらなんていうのこう涙がこうポロポロこぼれるとかってドラマではそういうシーンがあるんですけども、自分の人生の中でそういうシーンがあったかっていうと今まではなかったんですよね。でも本当にドラマみたいにこう自然にこう涙が出てきて、なんか人の話を聞くだけでもなんか思い出すだけでも涙が流れてくるっていう経験をしたから、やっぱりお金じゃない、そういう妬みとかで傷つけられるのもなと思って、うん、うん、みんな泣きながらだって今は笑顔でみんなほらね喋ってますけども、泣かないで避難した人なんかいません、ね、うん、だからそういう辛さも分かってほしいなって思います、うんうん。